岡崎の集中豪雨という大きな被害が出る災害がありました。岡崎市で最も被害が大きかった地域、そこからちょっと南に下ったところが私の自宅であったわけでありますけども、私も若干被害を被りました。しかしこの集中豪雨によるこの災害、この災害に対して岡崎市からこの豊川駐屯基地に対して災害支援要請がありました。その支援要請に対して迅速に対応していただき、災害救助および災害支援を復旧支援をしていただいた豊川陸上自衛隊員の皆様に、今日はどうしようもありがとうという言葉を言いたくて、このようにマイクを取らせていただきました。またこの自衛隊の皆さんに対する誹謗中傷、自らの身をもって私たちの命を守っていただこうとしている皆さんに対するこの心ない誹謗中傷に対して、一体あなたたちは何を言ってるんだ、自分たちの命を犠牲にして危険な場所に立ち向かい、そして私たちを守ろうとしていただいている皆さんに対して、一体その態度は何なんだと、そういう怒りを持っている人たちがたくさんいるわけです。それをぜひ知ってもらいたい。今この日本、この日本という国では皆さんが非常に堅苦しい、狭苦しい思いで、しかしその中でもやっぱり志高く、声高く活動されているというこの現状を目の当たりにして、やはり私たちも何とかしていかなければいけない。皆さんが志高く、誇り高く活動して、堂々と胸を張って頑張っていけるような国にしていかなきゃならないというふうに思いまして、また岡崎のこの災害支援、災害救助、この災害支援復興をしていただいた、お礼を申し上げたいということで、一言ですが、ありがとうございましたと言わせていただきたいと思います。